動きやすさをすみだ佐渡散歩。やっぱりあの派手な動きをされても、ね、はい、洋服が見られないということで、多分佐渡さんにぴったりの商品だと思いますので、はいはい、ありがとうございます。ぜひご覧いただければありがたいです。今回佐渡さんが訪ねるのは昭和31年創業、隅田の地でニット製品を作り続けている丸和繊維工業株式会社です。あ、どうも佐渡です。どうも、ようこそいらっしゃいました。丸和繊維工業株式会社の社長やっております深澤と申します。よろしくお願いいたします。もう墨田区へようこそでございます。はい、ありがとうございます。あの私どもは、まあ、シャツ中心にですね、はい、あの作らせてもらってるんですけど、着心地を重視した商品ものづくりをしておりまして、はいはい、この上でも実際このビルの上でもですね、はい、ものづくりをしている会社でございます。で、あのやっぱり動きやすさをすごくあの強調した商品ですので、はい、やっぱりあの派手な動きをされてもですね、はい、洋服が乱れないということで、多分佐渡さんにぴったりの商品だと思いますので、はいはい、いや、この、 あのジャケットをプレゼントしていただいて、はい、ものすごく便利です。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、とにかくシワにならないし、はい、軽くて、そうですか、はい、ご主張の多い佐渡さんにぴったりです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そのシリーズがよかったらこちらの方にございますので、よろしくお願いいたします。そうですか。あ、いろんなモデルがあるんですね。そうなんですね。最近はこんなあのカジュアル の、あの部屋からあの楽な形のですね、胴体サイダルなんかも商品作らせてもらってます。あ、これは佐野さんご試着いただいたんですね。ヨージアンさんとのコラボでやらせてもらってます。デザインもいいですもんね。ですね。で、佐野さんのシャツご用意できておりますので、はい、ぜひご覧になってください。ありがとうございます。佐渡さんがオーダーしていたシャツが完成していたようです。はい、ぜひ行きたいと思います。これ最初にしていただいて、はい、そうですよね、今できました。太らないにしないとね。太られたらまた作りますから。安心して美味しいもの食べてください。それは嬉しい。あ、それで、はい、あのマオカラーの方もあの上の工場の方でですね、ちょうど出来上がったところなので、はい、ぜひそちらの方を見ていただければと思いますので、はい、こちらへお願いします。はい、ここから伊藤の方ですね、はい、いろいろご説明します。あ、そうですか、どうも佐藤です。どうぞよろしくお願いします。こちらの方があの生地をまず広げて、はい、パーツに切っていくのが、まあ、裁断バーになります。でこの向こう側にその裁断パーツを縫うミシンが一通り揃ってまして、はい、まあ、よかったら、はい、はいはい、これがあの今着ていただいている着心地を全て表現するための型紙という設計図になります。はいはいはい、でこれに沿って生地を裁断して、うん、こちらもともと最初から生地と、はい、そのこうした作業とデザインと一緒に行われたんですか。はい、デザインっていうのはデザイナーさんという方がいらして、はい、いらして、でパターンっていうんですけども、設計図を書く人はまた設計図を書くパターンナーさんっていうのがいらして、でそのパターンナーさんとデザイナーさんがイメージしているものを僕らが、まあ、料理人みたいなもんですね、材料をいただいて、はいはい、あの加工をすると、で最後形にして、まあ、お洋服にするっていうのが、はい、まあ、縫製屋のお仕事になります。でここはまあ基本的にはあの東京のサンプルとか、うん、あの今回のような一点物とか、はい、そういうものはこちらの方で、 あとは青森と福島の、はい、本工場があります。で今回あのご要望いただきましたマオカラーのシャツがちょうど上がってまいりましたので、はい、こちらぜひまた演奏会でご利用いただけたらと思います。嬉しいです、はい、ありがとうございます。なかなか襟も、はい、本社の工房では企画、設計、裁断、縫製、すべて自社で賄い、新商品の開発やサンプルの制作をしています。
実はうちの会社はですね、昭和31年ですか、1956年に創業を私の父がしたんですけど、もうその時からずっと墨田区にお世話になってまして、で僕も経営者仲間の方といろいろと交流させていただいてるんですが、とにかく墨田区はですね、熱い経営者が多いということでですね、本当に素晴らしい街ですよね。なるほど、はい、このうちだけに限らず、いろんな企業さんと交流していただけると、本当ですね、一墨田区民としてもすごく嬉しく思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。近々墨田区にマンション借りて住もうと思ってますので、あ、いいですね、いいですね。いや本当に僕はクラシック全然興味なかったんです。本当に失礼な話なんですけど、ただ佐藤さんの棒を振る人生を読んで、はい、もう世界が一変しまして、本当ですか、もうこれからもクラシックの一大ファンの一人としてですね、これからたくさんコンサート見に行きたいなと思っております。はい、まだ演奏会にはいらっしゃらないですよね、僕の演奏会。ないんです、ないんで す, です、ね、なかなかそれは、はい、もう 毎日今ね、夜寝るときに1万人の大工かけたりとかして。本当ですか。本当にありがとうございます。ありがとうございます。